三島由紀子は日本の映画監督、脚本家。大阪府大阪市北区北新地生まれ。名前は父がつけた本名であり、三島由紀夫に由来する。4歳から近所の名画座に通い、小学生の頃にはすでに映画監督を志していた。大阪府立豊中高等学校時代に演劇に目覚める。神戸女学院大学文学部在籍中に、 アルバイトで貯めた資金で、自主映画、夢を見ようよの脚本と監督を手掛けた。大学卒業後、1992年に NHK に入局。NHK スペシャル、トップランナーなどのドキュメンタリー作品を企画、監督した。劇映画を撮るため対局後、東映京都撮影所などで助監督、脚本執筆などを経て、入れ墨に追いつきのごとくで映画監督デビュー。 脚本を担当した、世界がお前を呼ばないならが2009年、サンダンス NHK 国際映像作家賞の優秀作品に選出される。脚本、監督を務めた、武道の涙は、第38回モントリオール世界映画祭の、ワールドグレーツ部門に招待された。企画、監督を務めた、繕い立つ人は、第16回全集国際映画祭。 第18回上海国際映画祭、日本映画週間に招待された。幼子我らに生まれは、第41回モントリオール世界映画祭で、最高賞のグランプリに次ぐ、審査員特別グランプリを受賞し、第42回放置映画賞では、監督賞を受賞した。女性監督の受賞は、西川美和以来、二人目である。山地文子映画賞では、作品賞を受賞した。 ありがとうございます。